は東京おもちゃショー2017バンダイブースステージにお越しいただき誠にありがとうございます。これより来月7月8日よりスタートする新番組ウルトラマンジーと制作発表会を始めさせていただきます。本日は坂本浩一監督にお越しいただいています。それでは坂本監督お願いいたします。どうも監督の坂本浩一です。よろしくお願いします。さて早速ですが監督、はい、ウルトラマンジード、はい、どのような作品なんですか？そうですね、2009年に自分が監督したウルトラ銀河伝説で登場した、悪のウルトラマンベリアルというのがいるんですけども、その悪のウルトラマンベリアルの息子が主人公の作品となっております。なるほど、はい、そんなジードの世界観を感じ取ることができるメインビジュアルも完成しておりますので、ではご覧いただきましょう、はい、こちらです。それでは早速本作の主人公に登場していただきましょう。大河ドラマ龍馬伝やテレビドラマ怪物くんなどに出演、2010年公開のウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国にもご出演いただきました主人公朝倉陸役濱田龍臣さんです。よろしくお願いします。さあでは濱田さん早速ですが、はい、ご出演が決まった時のお気持ちいかがでしたか？はい、本当にウルトラマン大好きで、2010年のベリアル銀河帝国の時もすごく嬉しかったんですけども、本当に変身させていただけるとは思っていなくて、すごく嬉しいです。どうでしたか？陸の主人公のどのような主人公なのか、そして決め台詞なども何かあるんでしょうか？はい、陸は本当に正義感の強い純粋な子供というか、すごく明るくてポジティブなキャラクターです。で、陸の決め台詞としては、ジードっていうものがあって、意味としてはじーっとしててもどうにもならないという意味の決め言葉があります。なるほど、これは本編でぜひチェックしていただきたいですね。では今度はジードの変身の秘密に迫っていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。監督、このアイテムは何でしょうか？はい、ですね、変身アイテムでジードライザーと言いまして、ウルトラカプセルを使ってウルトラマンジードに変身します。その変身することをフュージョンライズという形ですね。決めるぜ覚悟。ウルトラマンジードプリミティブの登場です。監督、ジードプリミティブの特徴を教えていただけますか？はい、そうですね、ウルトラマンの持つ正義の心と、それからベリアルのような野生的な戦闘スタイルを持つウルトラマンです。なるほど、はい、このようにリクはジードライザーとウルトラカプセルを使ってウルトラマンジードにフュージョンライズ。このウルトラカプセルの組み合わせによってタイプチェンジし、怪獣の特性に合わせてさまざまな能力を発揮できるんです。では他のフュージョンライズも浜田さんお願いいたします。燃やすで勇気、見せるで衝撃。赤い姿はウルトラマンジードソリッドバーニング。ウルトラセブンとウルトラマンレオのカプセルを使った姿で硬い体で剛力を発揮、壮絶な格闘技を繰り出す近接戦闘を得意とするタイプです。ウルトラマンジードアクロスマッシャー。身軽で華麗かつ超絶速度で動き回る俊敏性と光の剣やさまざまな光線技を駆使するタイプ。これはウルトラマンコスモスとウルトラマン光のカプセルを使った姿です。浜田さんは今回思いがけない挑戦があったんですよね？はい、そうです。7月8日から放送開始のウルトラマンジード主題歌を発表させていただきます。今流れているのが主題歌ジードの証です。歌うのは朝倉陸 with ボイジャー、河合健二さんが作曲を手掛けられました。濱田さん、番組の主題歌初挑戦ということですがいかがでしたか？はい、レコーディングはすごい緊張したんですけど、楽しんで歌うことができたと思っています。そうでしたか。ぜひ皆様主題歌にもご注目ください。それではここで本作のメインキャストの皆様をご紹介いたしましょう。舞台や映画を中心に活動、2015年には映画大ヘイライムライトで第3回ジャパンアクションアワードベストアクション女優優秀賞を受賞されました。本作では武術、特に剣術が得意なクールビューティーを演じます。鳥羽雷波役、山本千尋さんです。鳥羽雷波役の山本千尋です。歴史ある作品に出演できてとても嬉しく思います。今回はアクションもたくさんするので、
たくましく強くかっこいいと思ってもらえるようなヒロインになれるようこれからも頑張ります。よろしくお願いいたします。続きまして、朝の情報番組 ZIP や秋に公開予定の映画リンキングラブ、また数々の CM にも出演するなど幅広く活躍されています。本作ではほんわかしているけど強い正義感を持っている陸のお姉さん的存在を演じます愛咲モア役、長谷川真由さんです。皆さんこんにちは、愛咲モア役の長谷川真由です。皆さん今日はお越しいただきありがとうございます。ウルトラマンシリーズに出演させていただけること本当に光栄です。私は子供がとても大好きで幼稚園教諭の免許を持っているのですが、宇宙人からも、子供からも大人からもみんなから愛されるような存在になれるよう一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ザ・メインキャスト、まずはお二人にご登場いただきました。お二人の登場で監督作品がぐっと華やかになってきますね。MC のお姉さん、この声は、あ、なんと陸の親友ペガサ星人のペガも遊びに来てくれました。ペガは内気で臆病な性格ですが、いつでもそばにいてくれる陸の大切な相棒です。そしてペガの声を務めるのはハンターハンターの主人公ゴン役で本格的に声優デビュー、昨年第11回声優アワードにて助演女優賞を受賞、アニメ怪獣ガールズではエレキングの声も務められましたハン・メグミさんです。私も、幼い頃からウルトラマンが大好きだった身でして、こうしてウルトラマンに参加できることを光栄に思います。昨年のオーブの記者会見の時はそっち側にいました。こうしてキャストとして関われて光栄です。陸の親友ということで陸のそばにいながら、ジードを応援していけたらなと思います。よろしくお願いします。そして陸たちが暮らす秘密基地星雲層の管理システムレムの声を務めるのは探偵オペラミルキーホームズやラブライブなど数々の話題作に声優として参加されているほか、昨年は全国ライブツアーも実施されるなど歌手としても大活躍中の三森すず子さんです。はい、皆様、おはようございます。三森すず子です。ウルトラマンシリーズもう私も小さい時から見ていて、こんな歴史のある作品の、キャストの一人として出させていただくの本当に嬉しく思っています。まあ、人工知能の役なので、リクたちを、こうちゃんと導いていけるようにしっかり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。さらに声の出演にはこちらの方々もいらっしゃいます。では皆様、中央のモニターにご注目ください。おなじみウルトラマンゼロの声を宮野守さん、ウルトラマンベリアルの声を小野裕樹さんが務められます。豪華声優陣で盛り上げてまいります。それではご登壇いただいた皆様ありがとうございました。さて、本作ではジードのみならず他のウルトラマンも物語の重要な存在となっています。まずはこの方をご紹介しましょう。行われた劇団 EXILE 第1回オーディションに合格。その後劇団 EXILE メンバーとして同劇団公演や塚公平追悼公演など外部の客演もされ、ドラマや映画などにも出演。本作ではあることがきっかけでウルトラマンゼロと一体化する真面目だけどどこか抜けているサラリーマンを演じます。伊賀栗レイト役、小沢優太さんです。伊賀栗レイト役、小沢優太です。今日はありがとうございます。僕も小さな頃ですね、ウルトラマンの父になることが夢でした。今回ですね、ウルトラマンにさせていただくことになってですね、本当に興奮しています。皆さん今日は短い時間ですがよろしくお願いします。では続いてご紹介するのはこの方です。ウルトラマンベリアル、そして共にご登場いただいたのは
2004年に俳優デビュー。その後テレビドラマを中心に映画、モデルとしても活躍。居合道の有段者でもいらっしゃいます。本作ではウルトラマンジードに襲いかかる謎の男を演じます。福井で契約、渡辺邦人さんです。本作の敵役、福井で刑をやらせていただきます、渡辺邦人です。ウルトラマンジードと同じ変身アイテム、ジードライザーを持ち、何度もウルトラマンジードに戦いを仕掛けます。そして著名な SF 小説家の顔を持つ謎大きい男です。皆さんよろしくお願いします。じっとしててもどうにもならねえ。改めまして、本日の制作発表会にご登壇いただいた皆様がステージに揃いました。まだまだお話を聞きたいところですが、終わりの時間が近づいてまいりました。放送開始1週間前の7月1日にはウルトラマンジード直前スペシャルを放送します。こちらもお見逃しなく。7月8日土曜日朝9時よりテレビ東京系で放送開始の新番組ウルトラマンジードは、ご覧のキャストスタッフで盛り上げてまいります。皆様の応援をよろしくお願いいたします。